い、それでは次が最後の曲になりますが、ここでもう一方スペシャルゲストをお呼びしたいと思います。この晩婚の主催者でありながら一バンドも組んでいないというまさかの奇跡のボーカリスト、ミスターシシャモ。彼のパフォーマンスを皆さんご存知の方もいるかと思いますが、彼は今回もご用意しております。さて今日は何枚いくのかご期待ください。はい、じゃあラスト。はい、ラストです。暴れたりない人、もうこの曲しかないよ。はい、じゃあラストはピンクスパイダーなんだけど、サビでピンクスパイダー振りますんで、はい、ちゃんと皆さん歌ってください。はい、じゃあいくよ。飛び続けることを知らないだと、いつか気がつくことでしょう。自分が手の中で飛んでいたことも、そしてそれを自由と呼んでいたことにも。まあ、全然一枚も切れてるわけじゃないか。一応彼10枚用意してるから、これもう一回お願いします。私の羽をから、私の羽を使うがいいわ、スパイダー。飛び続けることを知らないと、いつか気がつくことでしょう。自分が誰かの手の中に飛んでいたこと、そしてそれを自由と呼んでいたことにも。手の中へへへって言われたから、もう一回ごめん。最初から私のつばのもう一回、じゃあ頭から私のから真面目に一回も笑わないでお願いします。私の翼を使うがいいわ、スパイダー。飛び続けることを知らないと、いつか気がつくことでしょう。自分が誰かの手の中で飛んでいたことに、そしてそれを自由と呼んでいたことにも。手の中はちょっと聞こえづらかったね。手の中うん、ちょっと間違った。私の羽をから、もう一回ゆっくりお願いします。私の羽を使うがいいわ、スパイダー。飛び続けるようつらさ、いつか気がつくことでしょう。自分が出る誰のいや、もう一回で私の羽をから、こうなったら私の羽をからノーミスで行くまで終わんないから。ああ、そうそう、ああ、で私の羽も合わせてるから私の羽を使うがいいわ、スパイダー。飛び続ける翼もいつか気がつくことでしょう。噛んだ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 
かんない。もうあと2枚しかないんですよ。もう2枚だよ。もう2枚しかないから。これ一応2000円ぐらいかけてるから、彼も。私の羽を使うがいいわ、スパイダー。飛び続ける。笑ったでしょ、今。お前笑ったな。やり直しよ、私の羽をからだな、これが。翼だっけ？翼から私の、なんだっけ？羽を使うがいい。翼、翼。そんなためいる？私の翼を使えばいいわ、スパイダー。飛び続ける翼もいいか気がつくことでしょう。自分が誰かの手の中で飛んでいたことにも、そしてそれを自由と呼んでいたことにも、いつかをね、いっかって言ったからね。これダメだな、もう1枚あるしな。私の羽をから。私の羽を使えばいいわ、スパイダー。飛び続ける翼もいつか気がつくことでしょう。自分が誰かの手の中に踏んでたことも、そしてそれを自由と呼んでいたことにも。もう一回行こうか。もう彼ないけど。彼ないけど、もう一回行こう。私の羽を使うがいいわ、スパイダー。飛び続ける翼もいつか気がつくことでしょう。自分が誰かの手の中で飛んでいたことにも、そしてそれを自由と呼んでいたことにも。もう最後言った、もう言った。自由と呼んでいたことに。読んでいたことに。ゴッって言ったよ。私の羽からもう一回行こうか。私の翼を使うよ、スパイダー。飛び続ける翼さん、いつか突き出すことでしょう。自分が誰かの手の飛んでいたこと、そしてそれを自由と呼んでいたことに。これどう入るんだっけ、次。ここにドラムからだ。ドラムからか。ドラムからか。たたらたたたたた。光り物か。ちょっとごめん、私のからもう一回お願いします。ごめんなさい、私のから俺分かんないから。私のからごめんなさい。もう一回、いや、申し訳ない。先輩ね、赤ジャケット着て裸な分申し訳ないんだけど、私の羽を最後に滑舌よって。スパイダーをちょっと、スパイダーをちょっとあの、ネイティブ風に言うと思ってる。言えるか。スパイダー。スパイダー。私の翼を使えば、スパイダー。飛び続けるぞ、いつか気がつくことでしょう。自分が誰かの手の中で飛んでいたことにも、そしてそれを自由で呼んでいたことにも。光り物の翼で絵はうまく飛べる。まさかさま墜落していくスパイダー。もうダメだ。翼が欲しい。わずかに見えたあの空。